はい、ということで、先ほどのね、ステータスぶりでキャラを作りましたと。で、今、廃棄バンカーの前にね、来ておりますということで。で、アイテムね、こんな感じで来てます。一番ね、しょうもない、弓、20のね、に、防災レンサーつけて、防災レンサーは、糸とかでね、これ作れるの。2つつけるとね、音がほとんどしないということで、めちゃくちゃいいっていう。で、二つつけてます。で、あとは、刀ね。うん。本当は今の環境だと M16 に銃剣つけていくのが一番楽なんですけど、まあ、そのバグはおそらく修正されるっていうことでもう使えなくなるんじゃないかということでね、一旦この修正が来ても使えそうな感じでいこうかという装備です。で、まあ、砥石と、あとは、矢ね。あとは中開けるためのドライバーとか、あとはまあ怪我した時のやつちょっとちょろっと持って。で、ヒューズをちょっと持ってます。で、ヒューズ600ね。うん。1000まであるんですけど、1000はなかなか取れないんで、うん。まあ、600ぐらいは中でも取れるだろうということは一応まあ先に持ってます。っていう感じで、もしものためのフェニックスを一つとね。っていう感じでちょっと、まずはハッキングからやっていきましょうか。で、ドアのハッキングなんですけど、なんて言ったらいいのかな。10の値がね、一番ちょっと厄介なんですよ。かけるとか割るとかの後に10の値を入れるとね、なんか15とかになって、5の位になったりとか、こう厄介なんで、10として入れるには最初にスイッチを入れておくとかね、そういうのが必要になるんですけど、まあ、そこを注意すればなんか、結構開けれるようにはなってきたんで、うん。まあ、難しい時と簡単な時とあるんですけど、まあ、ちょっとやっていこうかなっていう感じ。あとね、扉開ける時にそのドライバーがないと開けれなくなったんですよ、これ。ハッキングできなくなったんですよ、ね、ここ。うん。で、たまにね、これね、なんか扉開かないよみたいな、パワーが入ってないよみたいな、なる時あるんですけど、その時はリログすると入れます。で、あと夜はね、ここ開いてるんで、夜に来るのがいいかもしれませんね。はい、ということで一回じゃあハッキングしていきましょう。ということでじゃあ行きます。ほい。うん。また厄介なすごいの出てきたな。こうだね。オッケー。ちょっとややこしかったな、やっぱり。まあ、その15で来た時とかっていうのはちょっとややこしいんですよ。10の位使っていくのが。はい、ということで、開けていきます。まあ、なかなかね、ちょっと、ややこしいんですけど、10の位が15になったりするっていうことで、うん。まあ、この順番をちょっと覚えていくのがめんどくさいという。はい。では、ちょっと入っていきますか。はい。ではですね、こっからね。本当だったらこの辺とかもね、漁っていって、ヒューズとかを探しながら行くんですが、一旦まあ今ヒューズあるんで。で、例の上から降ってくるレイザーっていうその敵がね、音に敏感なんで、基本は歩き。まあもっと気にしたければしゃがみで、しゃがみのさらに速い歩きとかね。で、この声、今の。泣き声みたいなのが聞こえたら、止まるように。あと走ってる音みたいな。それが聞こえたら止まるようにすると、結構落ちてくるのを回避できる。うん。っていうことでね。で、これもちょっとサクッと開けていきます。はい。で、開いたら、基本的には動きながら、音に気をつけつつ、ゾンビは処理。はい。で、ここにね、こういうところゾンビとか探っていって、キーカードをまずは探します。うん。
で、基本的には、このレベル1のキーカードは、このレベル1のフロアにいるゾンビとか、その物資からしか取れないんですよ。なんで、ここをしっかり漁っていく必要があると。で、基本的にこういう扉の前とかに着いたら、一旦待つ。で、開ける。走ってる音とかがしてる時に開けると、バレるんで。こうやって探る音がね、するんですよ。アイテムを。この左下の体のマークの上に、なんか目のマークとスピーカーのマークみたいなのあると思うんですけど、これ開けたりとか、いろんな動きするとね、音出るんですけど、この音に反応するんですよ。レーザーが。で、開けたりすると一旦待って、音がしないなら入る。連続で漁ったりするときとかにね、結構ね、危ないですよ。この音、この音がしたら止まる。すると落ちてくるのを結構な確率で回避できるっていう感じでね、キーカードをまずは探していきます。この音、この音がしたら止まらないと、うん、大丈夫。で、ゾンビの死体から出た。ね、これで B1 のキーカードが出たということで、残り時間59分、1時間なんですよ。で、このキーカードね、1回出るとね、このキーカードの時間が終わるまで新しいの出ないんですよ。だから中とか奥で死んでしまうとキーカード出なくなるんですよ。そこちょっと気をつけないといけないと。はい、ということで、開けていきます。開けたらすぐ動かずに、ちょっと音聞いて、大丈夫だったら動く。うん。はい、ということで、じゃあ、フューズを入れて、起動していきます。A、B、C で行くと。ここはね、400アンペアでもいけるんですけど、下は絶対600必要なんで。で、どんどん進んでいきます。うん。まあ、ここまでは順調ですね。とりあえず一番奥の美味しい部屋に行くのが重要なんで、開けます。この扉はね、なんかうるさく感じるんですけど、音立ってないんですよ。見ると。はい、進んでいきます。で、基本的に、レベル1のキーカードはこのエリアで手に入れれるんですけど、レベル2はレベル2のエリアじゃないと手に入れれないんで、下に行かないとダメなんですよね。ちょっとミスりました。なぜか一発目が当たらなかった。はい、ということで、こういう怪我することもあるんで、まあ、C1 なら大丈夫ということで、ね、ある程度ね、この回復持ってきてた方がいいかなと。で、僕のやつね、メディカル一切振ってないんで、多分足りないと思うんですよ。でも一応まあ予備でね、フェニックス持ってきてると。フューズはね、時間が制限時間あるんで、ちょっと急ぎながら行かないと、いつまでも動力があるわけじゃない。これ結構近くも通っても、まあバレないんですけど、ちょっとしゃがんでいきますか。近く通ってもバレないんですけど、ちょっと面倒なんで。で、
こいつさっき外にいたのに中に入り込んでんの。で、ここね、ここで、一旦、ここ来たら、切ります。これ切るとね、ここでエネルギーをここのまま貯めた状態で置いとけるんですよ。そうすると帰りが楽なんですよね。ということで、一旦この状態で、奥のやつやりますね。はい。で、次ちょっとレーザーちょっと打ちますわ。で、レーザーは背中弱点なんですよ。で、背中に一撃で当てれればいいんですけど、無理だった場合は、飛びついてくるんで、避ける場合は、左右に避けてください。そうすると外すことが多い。飛びつけはね。ちょっと次、向こうに向いた時に背中打ちます。OK。これだったら一撃で死んでるんですよ。まあでもちゃんと、ああいうのとか打ちにくいんだよな。まあでもね、ああいうところにいるやつはでもこっから打った方がいいな。で、防災レンサーが少ないと、本数打つとね、いっぱい寄ってくるんですよ。気をつけないと。で、その辺も気をつけていきましょう。はい、じゃあどんどんいきます。で、一番危ないのがこの階段なんですよ。階段マジでやばいんですよ。階段にほら、もういるでしょ、ゾンビ。たむろってるでしょ。ゾンビをね、なんとか処理しつつも、めっちゃたむろってる時あるんですよ、ここの中に。で、ここにレイザーがいる時もあって、レイザーがいると、マジで、やばいんですよ。ここにレイザーがいた場合、通り抜けて、下から通り抜けてくるんですよ。やばい。この音、この音やばいんですよ。止まっとかないと。この時に音出すと、マジで来るんだよ。OK。ここもね、レーザーが降ってくるんで、しっかり処理しながら、進んでいくと。どっかにいないか？で、ここはね、奥のね、黒い物資がね、うまいんですよ。そこはちょっと取りたいなっていう。はい、ということで、一旦、このエリアはね、この黒い袋でこう、覆われたこの物資箱がね、うまいんですよ。あれ？まだいるのかよ？この声。しかし、バニラだと、物資の脇が少ないため、全然出ない。あ、でも出るね、50BMG の弾。催涙弾とかね、結構出るんですよ、ここ。この黒い物資。これがうまいと。催涙弾出ました。この音してるときは、動かないように。この時に音を出すと、撃ってくる。グレ。ね、結構うまいんですよ。これバニラでこんだけ出てるんで。奥箱。はい、ということで。一応この下の階に来たんで、このゾンビとかも調べます。レベル2のキーカードが出ないと。え？開ける。で、この音がしてるときは動かない。この時に動くと降ってくると。はい。うわ、めっちゃいる。え？見てたの？ハートキーがまだ出ない。出た！
ハードキー、レベル2の。ユーズを入れて。で、A、B、C、この G に行きたいと。A、B、C、G に行くと。これね、600でギリギリなんで、これで行きましょう。400では行けないと。はい、ということでちょっと見ましょうか。ブレーナー、レイザーもいるな。ブレーナーもレイザーもいると。開けます。あ、ゾンビいるね。あれ、おい、大丈夫。一回閉めます。はい、ということで、うわ、ここにいるわ。これは倒しとかんと、ちょっとこのタイプはね、ちょっと縛えときますわ。いや、走らないように、走らんように、歩きでなるべく処理。もう一匹来るんで、そうじゃないと。やばい、だいぶ当たってる。これ来るな、これは。あれ、来ないな。チーに2つか。はい、ということでね、行きたいと思います。で、ここにね、ここの隙間にこう入って伏せてね、ぐーっと押すとこう中に入り込んでいくんですけど、こういう感じで入り込むとバレないらしいんですよ、ブレナーに。っていうのでやってたんですけど、なんかこの間やった時ちょっとバレたんで、ちょっと怖いんですよね。今どうなってるのかわかんないっていう。ので、とりあえずですね、この電力があるうちは、一旦そこの扉はここ開けといて、パスコードミスった瞬間に、ここ開けといて、ブレナーがこっちに走ってくるよりも早く逃げる。向こうまで。あの、動力室まで逃げる。走って。大丈夫か？大丈夫。はい、ということで、行きます。で、このパスコードね、この二つ目の数字まで押しても、時間経過しないですよ。三つ目押した瞬間経過するんで、その瞬間から、次に行くと。開いた、よかった。まあ、なかなかちょっと今の運良かったんですけど、普通もうちょっと一回失敗したりとかするんですよね。で、失敗した時は動力配電盤のところまで逃げると。はい、でここですね。中にいる時にこの声聞こえても動かない方がいいですよ。外に湧くんで。はい、でこの辺を調べるに何もない。いかん。これいかんな。大丈夫。で、ここはね、よくあるあの警察署の錆鍵。で、こっちが、鉄鍵。
ここも鉄かぎ。鉄かぎは2つ。なんか落ちてる。で、ここは銀かぎ。銀かぎが2つ。で、銀かぎが長物。スナイパーとか、ロケランとか。で、この辺は、アサルトライフル系。で、これ上もね、一応、アサレルですよ。なんもないわ。で、上はね、この、一箇所しか、アサレないですよ。ここと、ここと、さらに反対側も合わせて一箇所。っていう感じで、こっちにはあるんですけど、同じように。開いた。開いたと同時に動力が落ちたわ。はい、ということで、じゃあ、ちょっと中身見ていきましょうか。まずじゃあ最初、こっちから見ようかな。MP5 セット。こっちは ?MP5 セットね。K の方。で、こっちはVHS2 ナイス、これはいいな。これは M16 のセット。ちょうどね、またこのバンカー来るときにね、まだ使えるなら銃剣で来れるんでいいですね。はい、じゃあ長物見てみましょう。 SVD のセット、これいいな。これは M82 のセット、これは素晴らしい。じゃあ次こっち見てみましょうか。 MK18 のセットね。あ、グレポンだわ。グレポンが出た。はい、じゃあこれ、んと、ロケランの単発の使い切りの筒ですね。これは M82 が2本出たのか。なるほど。ちょっと持って帰るって考えるとね、まあ、この辺ちょっとなんか持って帰れるものをこう持って帰って、なんか、カバンとかあるなら、カバンに入れたりとかしてね。とりあえずまあ今回はちょっと動画っていうことなんで、一旦こんなもんにしといて。ちょっと、あれし、見てみようか。飛びつきいてくるんで、レイザーは。飛びついてきたときに、左右に動くと、避けれるんですよ。でもあんまり走るとね、来るんで、他の、もう一匹が、開けます。近くで、切れるんであれば、もうどんどん攻撃行った方がいいですね。で、なるべく歩いて攻撃。レイザーは。走るともう一匹来るんで。はい。ということで、一応ここが開いたんで、ここが開いた状態の時は、ここね、手動で開けて出なきゃいけないんですけど、手動で開けてる途中でね、来るんすよ、ブレナーが。で、来たら、やばい。この間にこう手動で開けます。その音聞いてブレナーが寄ってくるはずなんですよ。ちょっと待った、しても来た、ブレナー来た。これブレナー来てる音なんですよ。来たらちょっと逃げる一旦。で、ブレーナーが去っていくタイミングで一緒に出る。よし、
これちょっとね、ブレーナーが帰っていくタイミングで一緒に歩いて出ます。うん、ここが一番の難関かもしれない。仲間がいればね、動力室でもう一個ヒューズ入れてもらって走って逃げるもできるんですよ。これちょっとあんま近づくとね、戻ってくるんで、ほんと行ったの見てからこれぐらいかな。で、結構閉まる早いんで、こういう感じ。多分降ってくるんですよね、この感じは。大丈夫か？大丈夫でしょ。ということで、行きましょう。来たか、やっぱり。これちょっとね、後々のことを考えて、これちょっと処理しといた方がいいですね。ワンチャン。後で、ブレーナーがね、来た時に、こいつ生きてると、厄介なことになる可能性がある。いかんか。大丈夫か。ここからなんですよ。ここからも難しいんですよ。レイザーとかをちょっと処理しつつ、これ開けていかんとダメなんですよね。手動で。一旦動力室まで。あんまり回りすぎると、ちょっとこのぐらい。レーザーが。大丈夫？大丈夫そうだな。はい、回します。 OK。 ちょっと音がしたらちょっとやめる。音がしたらちょっとやめる。まだ大丈夫かな。 OK、 大丈夫。次でいけるか。OK、開いた。ナイス。とりあえず音との勝負なんですよ。とにかく、レイザーと、まあ、ブレーナーに関しては、音をちょっとしっかり聞いて、あの音がしたら、一旦やめる。ナイス。とりあえずここまで来ればまあほぼほぼ安心してもいいのかなぐらいのところには来てはいる。やばい、すぐ閉まるんですよ、手動で開けた場合。でまあこっからはね、一旦階段なんですよ。階段どうできるかなんですよね。で、階段に行く前に、一旦階段周りを処理して、階段のシャッターをうまく使う。もう階段のところに大量にいる場合は。で、階段をなんとか上に上がれれば、まあ、あとはもう、走って帰れるんで。動力来てるんで。で、キーカードもまだ、20分。うん、大丈夫だね、まだ。ということで。ワンチャンなくなったらね、もう一回上の階でゾンビ倒したら落とす可能性あるんで。
階段にどれぐらいいるかだな。マジで。いや、結構いるな。これも閉めた方がいい。いかん。この音はいかん。今動かん方がいい。マジで。来たか。やばい。これやばい。これやばいやつ。これ飛びついてくるやつ。やばい。これやばいやつだ。これになってゾンビのハメも来るとマジでやばい。まずゾンビを処理して、オッケーオッケーオッケー。なるべく歩く、なるべく歩きで。いかんな、ちょっとダメージ多いすぎた。もう一匹降ってくるな。これはやばくなったら、このシェルターというシャッターの後ろに引く。この辺のやつも一人ちょっとこう正確に処理しといた方がいい。やばい、この声もやばいからな。 OK、 スイッチ入れます。 ABC ね。 OK、 これで帰る。あとはもうこっからは正直走っても OK。 電力の残り次第によってはダッシュで走っても、に帰れる。まあまあ、PVP の場合、出待ちとかもあることを考えると、ダッシュで走って、やばいって言って外に出て撃たれる可能性もあるから、できれば落ち着いて出たい。出るなら。落ち着いて出れるなら。こいつは処理して出るぞ。いかん。ここで動いてはいかん。 OK 大丈夫。これステルスゼロですからね、このキャラ。最初のあのステクリーのキャラなんで
そのキャラでできるかどうかっていうことでね。だということで。ステータス。アーチェリーがもう上がっとるわ。やばい。ああ、物資をある程度持って、この動きをみんなでできれば、ゆっくり歩いていって、うん。まあ、無事に、排気バンカーをね、みんなで回っていけると。うん。大した武装じゃないんで、これ。ドライバーと、ドライバーがあればいいのか、言うたら。まあ、ドライバーと刀とこの弓があればいけるのか。はい、どうぞ。はい、ということで。廃盤かね。一応奥まで行って、物資庫は一応すべて開けてね。で、物資庫の中身ね。まあ、今回はもう置いてきましたけど、動画なんで。まあ、持って帰ってくると。まあ、そういう一連の流れができますと。で、注意するべき場所は、まあ、その音だったりとか、うん。フューズを残すことが大切だったりとかね。まあ、そういう感じのところを、ポイントにしたということで。まあ、基本的には、全エリア一応見てね、必要な場所と必要じゃない場所っていうのを、今回、映してたんで、まあ、行く必要ないところはもう行く必要ないと、ほぼ。うん。だから一番奥の G と、モジュールでアップデートしたい場合は H。H でアップデートして、それをアウトポストの医者に持っていくと。じゃあお金払えば 100% の成功率で知能を上げてくる。まあそういうところですね。という感じで、今回の動画はここまでにしたいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さらば。